さて、お待たせしました。それから本日のスペシャルゲスト、日中合作映画女優チームの皆さんを紹介したいと思います。では皆さんどうぞご登壇ください。女優チームの皆様は先ほど東京国際映画祭グリーンカーペットに参加しまして、グリーンカーペットを歩きました。六本木ヒルズからわざわざこちらの会場にも来ていただきました。本当にありがとうございます。ではここからは監督の寺西さんにお願いしまして、ゲストの皆さん、そして女優のことをご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、監督の寺西です。よろしくお願いいたします。本日は、2012中国、東京中国映画週間にお越しくださいまして誠にありがとうございます。本当に甲冑さんをはじめ、日中友好映画祭実行委員会、ムーランプロモーションの皆様には、第15回上海国際映画祭の、頃から、お世話になりましてありがとうございます。初監督だったこの映画女優が、中国の映画祭と、先ほどグリーンカーペットを歩かせていただいて、東京国際映画祭で、中国映画週間でこうして、上映していただけることを本当に、心から感謝しております。そして今日、お忙しいのに、この女優自体がですね、有名になったのも、アヤマンジャパン監督さんが女優デビューということで、大きく報道されたからだと、思っておりますし、私の、影になって支えてくださった、辻さんもそうですし、翔平さんも、本当に脚本を作る時から、応援してくださいました。今日は、一言、出演者の皆さんにも言葉をいただきたいと思います。カリスマヘアメイクアップアーティストの立木のぞみ役で、出演していただいた、アヤマンジャパン監督さんから一言いただきたいと思います。ただいまご紹介に預かりました、アヤマンジャパン監督のアヤマンです。はい、ですね、一つの映画に監督が2人いるということで、とてもややこしい状況になっておりまして、今日歩かせていただいたグリーンカーペットの壇上でも、ね、監督お願いしますと2人してはいって言って、どっちの監督かわからないことが多々ありました。はい、本当に私が本格的に女優デビューさせていただいたこの作品、このような素晴らしい作品に出演させていただいて本当に感謝いたしております。初めての本格的な演技なので見ていただくのが恥ずかしいんですけども、はい、皆様ぜひこの後楽しんでください。今日はありがとうございます。続きまして、あやまんさんの、ライバル役のヘアメイクアップアーティストを演じていただいた辻安子さんに一言コメントいただきます。皆様はじめまして、あやまん監督さんのライバル役の、辻安子と申します。今回の映画では、自分の夢にかける思いと、情熱と、そしてその周りで支えてくれる方の愛情が、ぎっしりと詰まったとっても素敵な、感動できる映画となっておりますので、最後までぜひ、楽しんでいってください。ありがとうございます。最後に、敏腕記者の役で遠藤正雄というかっこいいパパラッチの役があるんですが、それをやっていただいた翔平さんお願いします。皆様こんばんは。本当にお越しいただいてすごく嬉しく思っています。タイトルにもあるように、この映画は女優の、女性たちの話なので、僕はささやかに本当に女優が輝けるように演じさせてもらいました。で、校長さんもおっしゃったように、本当にこのようにこういう時期だからこそ、このように日中交流の架け橋となるような作品に、俳優として参加させてもらって本当に嬉しく思います。皆さんありがとうございました。ではゲストの皆様へ花束贈呈です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ではせっかくなのでここで島田陽子さんに代表ご代表いたしまして一言ご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆様ご紹介いただきました島田陽子でございます。本日はたくさんの方にお見えいただきましてありがとうございます。私は実は帝政交通映画で日中合作ちょうど5ヶ月間撮影がかかったんですけど、私はそのうちの3ヶ月間横転というところ今ちょっと有名になっています、清の時代の、本当のセットが外にできている素晴らしい場所なんですけれども、そこで3ヶ月間撮影しました。監督も役者さんも皆さん中国の方で、日本人は私一人でした。その中での3ヶ月間の撮影は過酷ではありましたけれども、すっかり家族のように受け入れていただいて、もうお別れする時には悲しくて、私の夫役のトゥーさんなどは一緒に日本に帰りたいと言っていただきました。本当に心の底からの交流をさせていただいて、幸せな思い出がたくさん残っています。これからも、状況などに負けずに私たち個人個人はますます中国の皆様と仲良くして、たくさんたくさんいい作品を、作っていけたらと思います。今日はどうもありがとうございました。温かい言葉ありがとうございました。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、こっちです。はい、はい、どうもありがとうございました。これからは映画女優の本編上演となりますので、どうぞ最後までお楽しみください。